そうだ、めっちゃいいな。しかもなんか新しいね、すごい施設が。そうだ、ね、うん、サウナのプールもあるから行ったんだよ。住めるわ、むしろ。しかも町の関係、江ノ島っぽいね、なんか。あ、江ノ島だね、もうこれね、うん、ほら、こういうのあるよ、まーちゃん。うん、あとこれ、青島の店、お菓子焼き、青島も、あ、もっと住んでる、三号店って。うん、ごめん。空港、店、行けよ、空港で買います。空港だから、マーちゃん。え？マーちゃん、私も実家とかも必要だとか。そうだ。じゃあ、母親頼むからな、俺。違う違う、そしたらもう、今日無理じゃん、全部買ったもん。ああ、そうだ。で、家に行ってない道が全くないで、無用になるよ。まあ、それはそうだけど。あと2個がやる。ほら、うん、新しそうだし、美味しいよ。うん。あ、あった！いや、全然家には行けるよ。いや、チェックアウトインしたから。うん、あと、向こうに渡りたい。え、でも今日はいいんでしょ？え、今日はいい。あ、そっか。もう帰っていいんでしょ？帰っていいよ。もう今日、ここは帰っていいよ、今日。いや、いいよじゃなくて、もっと時間欲しかったって話をしたの。あ、そうだ、ごめんごめん、そうだ。帰っていいよじゃなくて。うん、今日は帰っていいです。で、帰っていいよじゃなくてって話をしたの。もっと行きたかったのにって。あ、ごめんごめん、そう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 。話で終わらせるわけ。はい、分かった、ごめん。はい、今日は帰っちゃうけど、帰りの日に行けたら行くって。いや、違うじゃん、それはやめようじゃん。どうせ違うじゃんって言ったら、そうだねって言ったじゃん、どうせも違う。なんでどうせって見たの、一緒だけど。いや、まーちゃんさっき言ったのよ、そうだねって言ってるんで。あ、お前、そうだねって言うか、違う、違うじゃんって、そっちが言ってた。あ、そうか。あ、はい、怖い、お前。